はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回もまたサントリーです。どこで買ったんだっけこれ。スイートリッチローストシュガーの優しい香り、アルコール度数 4% か。うん。これ第3のビールですね。よく見たらリキュール、各発泡性ですもんね。天然水 100% 仕込み。原材料、発泡酒、各個、麦芽、ホップ、糖類、食物繊維。食物繊維、香料、甘味料。あと、スピリッツ、各個、小麦。炭酸ガス、含有と。まあ、どこで買ったか忘れました。多分、コンビニ。多分、コンビニだな。コンビニで、第3のビールを買うのは珍しいというか。大概あれですからね。限定醸造とか。これは限定醸造と書いてない。スイート1。スイートリッチ。全国のローソングループ限定新ジャンル、サントリースイートリッチ、数量限定発売、新発売、数量限定かい。また数量限定かい。書いてないけど、数量限定らしいです。じゃあ乾杯。あ、これすごい。甘い。うん？甘いこれ。びっくり。なんだ？ああ、これ。甘味料入ってるからだ。なんかおかしいなと思ったら。甘味料入ってんじゃん。過去、アセスルファーム K とスクラロースが入ってる。そういうことか。でも、第3のビールに砂糖というか、甘味料を入れるのは、初じゃないか、これ。うん、甘い。甘い。うん。甘い。甘い。あー、うるさいな。あー、まあそうですね。こちらは、うん、確かに甘みがある。うん。結構あれですね。うん。でも、悪くはないな。まあ今までビールっていうのはね、まあビールっていうか第3のビールですけども。え、何これ？なんか第4のビールとか書いてあるブログがあるんだけど。何第4のビールって。もう書いてるとアホじゃないのか。どっから第4が出てきた？え、ちょっと待って、第4のビールなんてないだろ。第4のビール。酒税法上でビールあるいは発泡酒に属さない扱いにするために、麦芽使用率を 50% 近くまで高めつつも、麦を原料とする蒸留酒を加えたビール。ん？
爆弾の使用率も低め、発泡酒と呼ばれるものが第二のビール。爆芽以外の原料を使用したものが第三のビールと呼ばれており、酒税法上では第四のビールも第三のビールに分類されているが、製法の違いから呼称が異なっている。はぁ、あ。マジで？ちょっと何が違うの？第三のビールと違い。ん？ちょっと待って。何が違う？主な商品、新朝日極ゼロ、あ、極馬、ダブルドライ、良質素材、聞いたことない。金麦。金麦がこれ第4のビールなんですか？嘘？今初めて知ったぞ、そんな。第4のビールがあったの。第3のビールのウィキペディアを見ますと、ビール発泡酒とは別の原料、製法で作られたビール風味の発泡アルコール飲料の名称。はぁ、あ、はぁ、あ。特徴としては、麦芽以外の原料を使う。発泡酒に別のアルコール飲料、かっこ大麦、小麦を問わない、麦由来のスピリッツや焼酎を混ぜる。つまり、麦芽、原料麦芽これ使ってるな。麦芽これ使ってるね、原材料。第4のビールは、ウィキペディアに第4のビールあるのか？ん？ん？あった。ちょっと待って待って待って。なお、これまでサントリーとアサヒのみが発売してきた、リキュール型だが、2007年からキリンと札幌も参入するのに伴い、リキュール型が主要4社すべてから出揃うのを受けて、一部マスコミでは区別する意味合いから、リキュール型を第4のビール。は？ああ、そういうことか。はぁ、つまり、たまにこれの缶のやつを見ると、その他の醸造酒、括弧発泡性丸一っていうのがたまにありますよね。あと、リキュール括弧発泡性丸一って書いてある。つまり、その他醸造酒、括弧発泡性丸一に関して第三のビールと呼び、リキュール括弧発泡性丸一と書いてあるものに対しては第四のビールと、勝手に、なんだ、マスコミが、マスゴミちゃんが、区別する意味合いから、マスコミの方で勝手になんか、ね、第4のビールと呼称する、リキュール、つまりこれが第4のビールですね。リキュール括弧発泡性って書いてあるやつは全部、第4のビール。で、その他の醸造酒、括弧発泡性丸一に関しては、第3のビール、いうことらしいです。いまいちわかんないな。つまり、マスコミが勝手になんかこう、わけわからん区別してるだけで、別に、こっちは消費者の観点から言わせてもらうと、全く、ね、変わらんわけです。
多分ね、ちょっと待って。いろいろちょっと。うん。ああ、そういうことか。はあ、はあ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 。ああ。まあ別に、こちら消費者としては第3のビール、第4のビールと区別する、まあ意味はないですね。多分。ただし、一応、原料を麦芽以外にする。っていうのが、法律上、その他の醸造酒。これ麦芽使ってるから、その他醸造酒じゃないんです。発泡酒に別のアルコール飲料、かっこ大麦、小麦を問わない、麦由来のスピリッツや焼酎を混ぜる。ことに関してが、リキュール、かっこ発泡性。こちらは、それで言うと、スピリッツ、過去小麦って書いてありますね。うん。これはスピリッツって書いてあればもう、原材料のところにスピリッツと書いてあれば、リキュールになるわけですね。ああ。法律上そこの違いがあるみたいですね。うん。まあ、簡単な見分け方として、てか見分け方もクソもここに書いてあるんだから見分ける必要ねえんだよ。ああ。うん。つまり俺が結構飲んでる、リキュール括弧発泡性っていうのが第4のビール。らしいです。一応、法律上っていうか、法律上でもないのか。勝手にその、マスコミの中ではね。ということです。うん、だから、個人的には別に第3のビールと全部ひっくるめて第3のビールって問題ないです。うん。でもこの人はやっぱり第4のビールっていうことからしてかなり、さっきちょっと小馬鹿にしましたけど。あれですね。このブログの人はかなり、マスコミの関係者なのか、わかんないんですけど。かなり、ビールに詳しいと見た。ワールドビール、ビール、地ビール、世界のビール。ビールの飲み比べ勝手に評価。これすごいな。よくよく見たらかなり、恐ろしくビール飲んでますよ、この人。恐ろしく。国内大手メーカーが242個。地ビール、カッコ、クラフト、628個。世界のビール382個。その他26個。ははぁ？飲みすぎじゃね、これ。めちゃくちゃ飲んでんだけど。やっば、これ。やっぱこの人ちょっとあれだな。むくましとこう、これ。しかも現在もまだ、以前俺が、ほら、以前っていうか、あなたの知らないビールの世界っていうサイトがあるんですけど、そこもちょっとね、見てたんですけど、ここは、現存してあるっぽいんで、今現在でも、ね、続いている。続いているっていうか、ブログがまだ更新されてるということか。かなり、ね、いいんだよ。なんでこれ、越後ビールはね。越後ビールねえんだけど。嘘。バカな超有名な越後ビールはないだと。そんなバカな。マジでないんだけど。
超世界的に超有名な、違う、世界的じゃねえや。日本全国的に有名な、越後ビールがないだと。バカな。ありえない。ありえないぞ。そんな、考えられん。マジっぽいな。こんだけ俺の知らないビールをめちゃくちゃ紹介してるのに関わらず、え？越後ビールがない。しかもすべて、越後ビールの全種類、ないっぽいです。一つも飲んでない。この人、どうなっているんだ？考えられんのだな。ある意味ちょっと、いや、待てよ。逆説的に、いや、考えられんな。ちょっと一瞬考えたけど考えられん、やっぱり。だってさ、岩手県とかさ、宮城県とか、北海道のビールも飲んでるし、ねえ。もう日本全国の各地の地ビールを飲んでる人ですよ。長野県も飲んでるし、福井県も飲んでるし、石川県も飲んでるし、富山県も飲んでる。で、新潟県を見ると、あれ？嘘？あれ？ちょっと待って。ガチねえんだけど。うっそー！考えられない。しかも、ちょっと待って。俺よかすごい、これ。アルコールじゃない、ビールテイスト飲料の、まで飲んでる、この人。それなのに、なんだって、俺の地元の。越後ビールは飲んでいないだと。この人ちょっと、新潟県嫌いなのかもしれない。関係ないけど。まあいいか。はい、ということで。こちらは、と待った。この、あれですね。一応言っときますが、ここのブログ。ブログっていうか、これはあれかな？ホームページかな？ワールドビール。英語でワールドビール。ビール、地ビール、世界のビールっていうタイトルの、ね。あれです。うん。やつですね。で、今のところ、2013年の7月11日に最終更新がされた。されて以来、まだ、今日28日ですから、あれ。ちょっと空いてるね。その時に更新したのが、サントリーのオールフリーシトラススパークル。これ第3のビールどころか、多分ビアテイスト飲料ですね。で、コク、喉越し、苦味、甘み、総合評価のこの5個の点で評価してる。しかも5つ星評価で。すごいな。で、気になるこの、サントリーのスイートリッチに関してですが、ありましたね。総合評価3。ああ。なるほどね。甘みが4つ星ですね。あと全部2つ星。で、総合評価3と。説明文が書いてあります。説明文というかね。ちょっと待って。ローソングループ限定販売。アルコール度数 4% の第4のビール、新ジャンルビールです。注いでみると、泡持ちが弱く、色は黄金色。口に含むとブラウンシュガーのような甘い風味が特徴的です。うんうん。アロマは、ほのかにブラウンシュガーのような甘い香り。飲んでみるとさっぱり系新ジャンルにブラウンシュガーを混ぜたような味をしています。糖類、そして、麦芽や、
小麦スピリッツからも甘さが感じられるのですが、ベタついた甘さではないので、意外にもさっぱりとしたバランスを保っています。甘さを生かしたスイート系の新ジャンル、とてもユニークな商品ではないでしょうか。うん。そうですね。確かに。まさにその通り。うん。俺の言いたいこと全部言ってくれたね。ああ、なるほど。しかもこれすごいですよ。このブログ。ブログちゃうか。ビアスタイルと原材料とアルコール度数とメーカーホームページ、その他まで全部書いてある。ビアスタイル新ジャンルビール、過去第4のビール。原材料発泡酒なんたらかんたらなんたらなんかったら、アルコール度数 4%。メーカーホームページも貼ってあるし。その他、サントリー、スイートリッチは、RTD など、開発、製造で培った知見や技術を活かして、うん。まあ、いろいろ書いてありますね。うん。これはすごいです。ランキング、ポジットな。ポチッと行った。うん。まあ、興味があれば、皆さん見てみるのはどうでしょうか。うん。なかなかすごいですよ。だって、俺の今の、ちょっと待って。俺の酒動画が今、全部で400パートぐらいでしょ。この人、あれですよ。1000種類以上飲んでますよ。酒。いや、ビールだけで。ビールだけで1000種類以上飲んでるの。恐ろしいな。恐ろしいな、この人。相当なあれだな。金持ちと見た。相当な金持ちと見た。いて。痛い。まあ、今回は、まあ、勉強になった。第3のビールと第4のビールという、まあ、あくまで名目上ですけどね。うん。まあ、個人的に第4のビールとかは使う気はないです。今後、第4の、これは第4のビールですね、とかって、言う気はないです。めんどくさい。覚えるのがめんどくさい。まあ、こちらはね、うん。うん。個人的に、微妙なんだよな。確かに甘いんですよ。で、甘いっていうのが、このビール、まあ、第3のビールに関してはかなりレアなんですよね。新たな挑戦をしてくれたんですよ、このビールは。それに関してちょっと感謝はしたいんですが、いかんせん、ちょっとこの甘さがちょっと、やっぱり甘味料を使ってる。ああ。甘味料を使ってるんで、やっぱりああいう甘さがするんですよね。甘味料の特有のなんか、変な甘さっていう。うん。なんか、ね？変な甘さがするんですよ。変な甘さが。そこは納得いかないんだよな。うん。変な甘さがちょっと納得いかないんですが、ここはやっぱり、偉大なね、第3のビールに、甘味料を加えたという。うん。
もう人工的な甘さを加えたという意味での賞賛を与えて四つ星。だな、うん。ということでご視聴ありがとうございます。